イエー、すげー入ったぜ。しかしまだ足りない。おー、剣と魔法とおじさんだけでいいの？そんなことはない。まだ足りないな。どっちでフィーバーさせようかな。これ地上とこの地下でのフィーバーとまた変わってくるけど、地下でフィーバーさせるとチャリン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 がね速くなるんだけども、ただそれよりこのポケあおじもんのレベルを上げた方が効率はいいと思うから、やっぱりこっちでだね。来たぜ、オジールがオジックスになるぜ。先読みしてしまう。はーい、おめでとう。オジールはオジックスに進化した。かっこいいな。まんまじゃないですか。いや他のやつらもまんまではあるんだけど。オジックス元闇金万年お菓子できます。でも問一なんでしょ。よし、こっちも来たぞ。おや、親父層の様子が。親父バナ、親父バナ、おめでとう。親父層は親父バナに進化した。すね毛が汚い。親父バナ元教授、体が戻りませんでした。研究の末こんな大変なことになってしまったが、うっかり丸親父爆発させちゃって死んじゃった。ポケセン、あ、じゃあおじせん連れてってあげて。おじさんセンターでね、開発の横に強化っていうのが出たのよ。こういうことか。これって最初からあったのかな。途中からもしかして丸親父関係ない。金を払うと強くなるってことか。じゃあちょっとおじくしいから行ってみる。キュピーン、かかるというわけね。最初のあたりとか安いからどんどんやっちゃう。2.1万、お、いいですね。いいね、いいね。これが多分1秒あたりの、それか1回掘り、1掘りあたりのやつなのかな。いいね、いいね。親父バナ弱いな。どんどん強化していこう。ただな、持ってるこの資金自体がどんどん減っちゃうからな、どれをどこまで伸ばすかもちょっと考えていかないと。この1000万とかってやつはちょっとやめとこう。数百万ぐらいになったらちょっと上げてもいいけどね、これぐらいだったらね、いけるいける。おじた安いからもっといこうかってやってると、お、これで未入荷。すげー、めっちゃ進化してる。へー、これ各進化ごとにちゃんと見とけばよかったかな。一応持ってるものはレベルごとで一緒なのかな。おじたの持ってるやつすげえ。で持ってね、ここだとねこいつしか手に入んないんで、こいつを稼ぎたい。あ、ダメだ、死んでるからダメなのか。もったいないことした。キュインキュイン、タウンレベル1。こういうわけじゃないのか、死んでるからってわけじゃないのか。どう？これで増えるか？ちょん。ダメですな。まあ、どんどん元に直していこう。0.00% だもんね。ああ、タウンレベルを上げないと、ちっとも入っていかないんだね。さあ、集まれ。集まれ、おじもん。そして、新たなおじもんへと進化するんだ。そろそろおじローンがおじローニャとかになってくれないかな。おじーストもおじんがーになってくれないかな。まだかな。で、このもうマックス進化したやつはね、この後どうなんだろう。ただ単にお金のもらえる量が増えるだけって感じかな。強化するか。レベル10が最大値ってことなんだよね。
でもこれ順番的には下のやつからやっていった方が得なんだろうね。一気にちょっと持ち金は減っちゃいましたけども。どういう装備になったか見づらい。まあレベル10になるとこのおじたの持ってるこの武骨なやつになると、これでレベルが上がって増えやすくなった。死人がたまったぜ。次の開発がいける。6250万かけてまだ5000万残ってるぜ。1億以上たまってたぜ、不労所得で。おー、いい、綺麗で、どんな、おー、これはなんだろう、おじいくかな。とりあえずまず1匹目をゲットしなきゃ。お前じゃない、なんだろう、ワーク、違うな、おじワーク。ハローワークみたいだな。まあここにいる人たちもね、人じゃないや、おじもんたちもハローワークに行って、うわー気持ち悪い、職を得たんだろう。ニューおじもんゲットだぜ。痩せ細ってる。某居酒屋のホームページに載ってた某ガリガリのごとく。あれは怖かった。どこだ、おじワーク、元運転手、諸事情によりハンドルが握れません。おう。でも尻尾の方でぐるっと、あ、でもハンドル握ってもエンジンじゃないや、アクセルが押せないか。どうやって運転してたんだ。いけるぜ、ここまでの金があれば。さあ工事だ、工事。ふむふむ、お、ようやく2桁ですね。はあ、これは一体何キングなんですかね。ちょっと危ないやつがいるんで。おお、まだ次があるのか。この桁数、はい、広告いいです。広告タップしてなんかいいものもらえるならまだしもなんですけど。そして跳ねてるやつがいる。ニューオジモンゲットだぜ。プル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 。まあ見てみましょうか。オジキング、何オジキングか分かりませんけど、一応見ましょうか。こっちか。恋親父、元医者。お薬ください、お薬ください、死んじゃう。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。みーのチャンネルを登録してくれたにゃー。